いない。気づかれた。ここまで順調だったのに。魔法の無断使用を検知しました。分かってやってますか？公共物を魔法で悪用するなんて犯罪ですよ。少なくとも殺人者は癌細胞だと思いますね。その方法に一票。悲鳴を上げる暇もありませんし、何より掃除が楽です。アウトキャストの斡旋業者の請負人、千里ですね。なら私の趣味は人の趣味の妨害ですかね。のことだか分かりませんね。どこにでもいる真実の探求者ですよ。名刺は差し上げます。タブロイド紙の批判は一種の娯楽として親しまれてますし、あれはあれで考えられて書かれていますよ。部数が伸びさえすれば内容は二の次とされるのは事実ですが、
それで終わり？甘すぎませんか？私のスクラップブックに何か不審な点でも？面白いネタ？そうですね。例えばこのマークをご存知ですか？本当に見覚えありませんか？魔法社会の中心たるアガルタで起き続けている事件事故。個別に処理されてきたそれらをつなげる鍵がこのマークに隠されているんです。信じる信じないは勝手ですがね、私が集めたスクラップブックの事件事故、半数以上が人為的に起こされたものだと考えています。それが分かればすでに記事は完成しています。町の事象を操作している秘密結社は必ずあります。尻尾がつかめないのはそれだけうまく立ち回っているということです。奇跡でしかなかった魔法が実在を認められたからですよ。面白くありませんでしたか？では。アウトキャストなのにリングがないのは心細いでしょう。よければ差し上げますよ。話が早くて助かります。ちょっとした取材に協力してもらいたいだけですよ。今日顔を見せたのもそのためです。
興味があるなら名刺のアドレスに連絡してください。死後の世界ならゆっくり時間も取れますから、その時が来るまでは時間に追われるくらいがちょうどいい気がしています。署まで来たんだ。ちょっとくつろいでて。募集要項だけ整理して一斉送信しちゃうから。いや平気、私とセンちゃんは二つで一つ、ピーベリーになったりはしないんだから。切り上げるから待って。慌てるコーヒーチェリーは蒸らしが足りないって言うでしょ。してたっけ、忘れちゃった。営業してなかったの？おかしいな、変だな、そんなはずないんだけどな。回収した分がめたんだ。おお、甘い香りがするなと思ったらケーキじゃん。私にお気に入り登録された一心で買ってきたの？
私は普通かな。でもコーヒーに合うからちょうどいいや。お得意さんに勧められてうちカフェ始めたんだ。課金？何それ。ああゲーム？もうやってないよそんな無駄なこと。ゲームなんて。時代はうちカフェ、コーヒー最強。 Do you understand? 頭抱えて鬱なの？鬱鬱しちゃう？そこで登場、鬱防止の決定だ。コーヒーは飲めば飲むほど鬱発生率が低下する万能飲料なのよ。オッケー、じゃあよろしく。ラテにするなら 3D アートよろしくね。ハート型で。あ、男子疲労困憊。作って。お、ね、か。もう立ってるの面倒なの。せめてカフェテーブルまで運んで。運べ。センちゃん、大事な話。大事な話するから私を捨てないで。事務所に来る前に怪しい人影を見たんだよね。夕べ話したピンポンマかわかんないけど、うちのビルの前をうろうろしてた。いやー、何されるかわかんないし、逆ギレされて刺されたくないじゃん。か弱き女子ですよ。そういう荒事はセンちゃんの役目でしょ。あー、やる気なくなった。もうお家帰る。お家までおんぶしてくれたら、そのまま押し倒す権利あげちゃうかも。
では、閉館にしましょうか。はい。この後は、彼氏とディナーの約束でもあるのかな？そんなのありませんよ！もったいない。私がもう少し若ければ。君のような美人は放っておかないのだがね。羽目を外して遊ぶのも若いうちにしかできない。たまにならそういう経験を積むのも悪くない。一食だけをあなたの全てにしてしまうのは簡単だが、それはそれでつまらない。私のようになってしまう。君が正しいと思う道を進めば、それでいい。私は、なんていうか、神父様が思ってるよりも、結構普通ですから。現代人らしく、モバイルにも人並みに依存していますし、潰れないように、息抜きもしてます。仕事中だって愚痴をこぼすこともあります。全然定まってなんかいません。だから、そのですね。外は冷えます。風邪をひかないように。明日もよろしくお願いします、神父様。